エーテル、物理、エーテル、とは、光の波動説において宇宙に満ちていると仮定される、もので、光が波動として伝播するために必要な場質を、言う。ロバート・フックによって命名された。特殊相対性理論と光量子仮説の登場などにより、エーテルは、廃れた、物理学理論だとされている。空間に何らかの物質が充満しているという、考えは、 古くからあったものの、近代物理学においては17世紀のルネ・デカルトに始まる。デカルトは、すべての空間には連続でいくらでも細かく分割できる微細物質が詰まっており、あらゆる物理現象はその中に生じる渦運動として説明できると考えた、が同説。カルテジアン、カーテジアン、デカルト主義者と呼ばれる学派は、そのようなデカルトの考えに基づく学派で、 17世紀から18世紀にかけてのフランスで学会の主流を占めた。デカルトによれば、光とはその宇宙に満ちている微細物質中の縦波のような圧力である。ロバートフックはこの考え方を受け継ぎ、デカルトの宇宙に満ちている微細物質をエーテル、イーサー、エーテルと呼び、光とはエーテルの中を伝わる振動であるとした。また、 フックの考察と光の速さの有限性の結果に刺激を受けたホイフェンスは素原波の概念とホイフェンスの原理を導入することでの波動説の基礎を作り上げた。当初、実験物理学者として望遠鏡の製作が評価されていたアイザック・ニュートンは当時の望遠鏡の欠陥であるレンズの色収差の問題を解決するため工学の研究を行っており、六百七十二年に 光と色の心理論、ニューセオリーアバウトライトカラースという論文の中でその結果を報告した。しかしながら、その中で展開された色の理論が、当時主流のデカルトやフックの立場に反するものであったことから、以降、フックとニュートンの間に長い論争が交わされることとなった。フックは光の波動説をとっており、ニュートンは1704年、光学、 アプテックスという著者の中で光を微粒子の放射と仮定していたように強く主張してはいなかったものの光の粒子説をとっていため、この論争は光の波動説と光の粒子説の近代における最初の対立とみなされることが多い。以降、ニュートンの権威も手伝って18世紀においては光の粒子説が受け入れられ、レオンハルト・オイラーを除いては 光の本性について議論されなくなった。19世紀の物理学者ヤングとフレネルは光は波動であると考えた。彼らは光が横波であると考えるなら波の振動の向きによって変更を考えることができ複数説を説明することができると指摘した。さらに解説について様々な実験を行うことによりニュートンの粒子モデルを否定した。コー,ーは エーテルが普通の物質に引きずられると考えたが、そうすると、今度は、高校差を説明することができなくなってしまう。コーシーは、また、エーテル中に、縦波が発生しないということから、エーテルの圧縮率は不であると考えた。グリーンは、このような流体は安定に存在し得ないと指摘した。一方、ストークスは引きずり、仮説を指示した。彼は、 個々のエーテル粒子は高周波で振動しつつも、全体として滑らかに動くようなモデルを構築した。このモデルにより、エーテル同士は強く相互作用し、ゆえに光を伝え、かつ、普通の物質とは相互作用しないという性質が説明された。後年、マックスウェルの方程式から電磁波の存在が予想され、さらにヘルツは電磁波の送受信が可能であることを実験的に示した。 マクスウェルの方程式によれば、電磁波が電波する速さ C は、有電率イプシロン及び、当時率ミュートの間にの関係があり、この速さは、実験的に知られていた光の速さと一致した。この事実から、光は電磁波の一種であると推定された。しかし、ニュートン力学の基準計、つまり、ガリレーの相対性原理に従うならば、光の速さは、 その光と同じ方向に進む観測者からは遅く、逆方向に進む観測者からは早く見えるはずである。常識によれば、観測者の運動に関わらず光の速さは一定である。したがって、常識のような関係は一般には成立できないと考えられた。そこで、エーテルの運動を基準とした絶対座標形が存在し、その座標形でのミマクスウェルの方程式は、 厳密に成立すると推定された。マックスウェルやフィッツジェラルドらはこのようなエーテルのモデルを提唱した。なお、今日の特殊相対性理論の観点からは、マックスウェルの方程式は常に成立し、ガリレーの相対性原理が不正確だと考えられている。しかし、これらのモデルでは、エーテルが持つ機械的性質は実に奇妙なものにならざるを得なかった。すなわち、 空間に充満していることから流体でなければならないが、高周波の光を伝えるためには、鋼よりもはるかに硬くなければならない。さらに、天体の運動に影響を与えないという事実から、質量も粘性も例のはずである。さらに、エーテル自体は透明で冷やし粛生かつ極めて連続的でなければならない。19世紀後半には、このエーテルの風の効果を調べる実験が数多く、 行われた。しかし、それらの多くでは、実験精度の不足により満足な結果を得ることができなかった。しかしマイケルソン・モーリーの実験では、ハーフミラーを用いることにより、直行する2つの経路を進むのに、光が要する時間の差を高精度で測定することができた。1887年に、彼らは、エーテルの風による影響は観測されなかった、との結果を報告した。 これはエーテルの概念に重大な誤りがあることの証細であると考えられた。同様の実験は多くの物理学者によって装置の精度を向上させながら繰り返し行われたが、ついにエーテルの風は検出されなかった。これらのエーテルの風の実験結果について、エーテルの概念そのものを否定する意見と、エーテルは従来考えられていたよりも複雑な性質を持つが、 ゆえに検出されなかったとする意見に分かれた。特に後者については、エーテルが地球に引きずられることによりエーテルの風が極めて弱くなるとの考えが指示されていた。しかし、すでに指摘されていたように、エーテル引きずり仮説には高校差を説明できないという問題があった。この仮説の直接的検証は、ハマールの実験によってなされた。この実験では、光に、 巨大な鉛ブロックの間を通過させることにより、エーテルの運動が質量に引きずられるかどうか調べられた。そして、そのような引きずりは起きないことが確認された。この問題に対する解決は、ローレンツ・フィッツ・ジェラルド収縮仮説によってなされた。すなわち、エーテル中を運動している一切の物体は、エーテルに対する運動の向きに沿って縮むと仮定され、この仮説によれば、 マイケルソン・モーリーの実験によりエーテルの風が検出されなかったのは装置がエーテルの風向きと平行に縮んでいたために高速の変化と光の移動距離の変化が相殺されたからである。フィッツ・ジェラルドはこの仮説のヒントをヘビサイドの論文から得た。この仮説の検証はケネディソー・ーンダイクの実験によって1932年になされ、 装置の収縮及び光の振動数の変化が予想された値と一致すると結論された。エーテルの性質を調べる有名な実験としては、他には1851年のフィゾーの実験が挙げられる。これは1818 18年にフレネルが予言した速度 V で動いている屈折率 N の倍出中において V と同じ方向に進む光の速さは 真空中の高速を C としてであるという法則を確認したものである。これはスネルの法則や高校差を矛盾なく説明するための仮説だった。当初この仮説はエーテルが物質に引きずられるために高速の変化は倍質の速度よりも小さくなると解釈された。しかしこの解釈はウィルヘルム・ベルトマンがフレネルの式中の N が 光の波長に依存することを実証したため、エーテルの運動は波長に依存し得ないことから、否定された。さらに、特殊相対性理論の観点から、フォンラウェにより、フレネルの式は V が C よりも十分小さい場合にのみ成立し、一般の式はであることが1907年に示された。また、1913年に発見された、サニャック効果や1925年の マイケルソン・ゲール・ピアソンの実験の結果は特殊相対性理論による予想と合致していた。1920年代にはデートン・ミラーによってマイケルソンと同様の実験が繰り返されエーテルの風の存在を示唆する結果が得られた。しかしこれは従来のエーテル理論から予想される値よりも極めて小さく、また他の研究者による追試ではミラーの結果は再現されなかった。 後年の研究では、ミラーは温度変化による実験結果への影響を過小評価していたと考えられた。さらに高精度の実験が繰り返されたが、ついに特殊相対性理論と矛盾する結果は得られなかった。前日のエーテルの風の実験結果について、エーテルの風が検出されなかったことは、エーテルの概念そのものを否定する意見を生み出した。そして、 アインシュタインの特殊相対性理論はエーテルの実在性を根本から完全否定するに至った。ローレンツがエーテルを基準とした絶対座標系の存在を考えたのに対し、アインシュタインはエーテルも含めた絶対座標系及び絶対性基準は特殊相対性理論を根本から否定するとし、その存在を否定した。これは相対性理論と称されるゆえんとなっている。 アインシュタインは、より根本的な原理から、長さや時間といった性質を導出できるはずであると考えた。そして、ローレンツ変換をマクスウェルの方程式から切り離し、時空間の性質を表す、基本的な法則であると仮定した。また、アインシュタインは、エーテルを物質を表す言葉とせず、真空であっても空間には、重力場や、電磁場が存在することから、こうした空間を、 エーテルと呼ぶことを提唱した。この場合、エーテルには一致という概念が存在せず、従って、エーテルに対する相対運動を考えることは、無意味となる。アインシュタインが相対性原理を、最も根本的な原理として考えたのに対し、特殊相対性理論の基礎を作ったローレンツは、相対性原理の根本がエーテルであると考え、長さの収縮や、時間の遅れに表されるように、 物体の特性はエーテル中の運動により変化すると考えた。アインシュタインとの違いは長さや時間について絶対的な基準を設けることを可能考えるか否かである。これは物理哲学の問題であるため決着はついていない。したがってエーテルの実在性は完全には否定されていないと言える。エーテル仮説の最たる困難はニュートンの力学とマクスウェルの電磁気学の 整合性である。ニュートン力学は、ガリレー変換のもとで普遍だったが、マクスウェルの電磁気学はそうでなかった。従って、厳密には、少なくとも、一方の理論は誤りであると考えざるを得ない。ガリレー変換とは、観測者の視点を変えることである。例えば時速80キロメートルで走る電車の中を、進行方向に向かって、時速4キロメートルで歩いている乗客は、 別の乗客からは時速 4km で動いているように見える。しかし、電車の外にいる人からは、この乗客は時速 84km で動いているように見える。見る人が変われば運動も異なって見える。その見え方の違いを定式化したものがガリレー変換である。そして、ニュートンの運動方程式はガリレー変換をしても、つまり誰から見ても成立する。このように、 常に成立することを普遍という。しかし、マックスウェルの方程式によれば、光の速さは、有限率と当時率から定まるが、この値は、観測者の運動に依存しない。つまり、電車に乗っている人にとっても、外にいる人にとっても、光の速さは同じでなければならないことになる。すなわち、マックスウェルの方程式は、ガリレー変換について、普遍ではない。 すべての物理学理論は、ガリレー変換について普遍であるべきだと考えられていたため、エーテルに対する絶対座標系が存在し、マックスウェルの方程式はこの座標系においてのみ、厳密に成立すると得られた。そこで、地球の絶対座標系に対する運動に関心が持たれるようになった。マックスウェルは1870年代後半に、地球の運動が、 光の速さに及ぼす影響を調べることで地球の絶対座標系に対する運動を知ることができると述べた。光の進行方向が地球の進行方向と一致すれば光は遅く見え逆方向であれば光は早く見えるはずであると考えた。季節あるいは昼夜が変化すれば観測者の運動の方向が反転するがこの運動の変化は光の速さに比べて小さいものの 検出不可能なほど小さくはないと考えられた。すなわち地球はエーテルの中を進んでいるのであるから、地上ではいわばエーテルの風が吹いていることになり、これは高速の変化として捉えられると考えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。